7時だと思ってる人もいると思うんで、ちなみに今何の時計見てるかっていうとね、あっちアップルウォッチなんですけど、見てください、可愛くないですか。コアラをね腕で飼ってます。私ありがとうございます、本当に皆さん。あ、7時になりましたので始めたいと思います。はい、明けましておめでとうございます。ショールームね、本当に久しぶりにやってて今、本当にねご迷惑とご心配をおかけして本当にすみませんでした。年末にちょっとね流行りのものにかかってしまって、2週間はないか、どれぐらいだったんですかね、ちょっと数えてないんですけど、年末ぐらいからずっと自宅の方で、体調はね良くなるまで自宅療養をしていて、7日から活動を再開させていただきました。本当にね、いろいろ考えちゃうと本当に申し訳ないなっていう気持ちが一番大きくて、でもまあ自宅にいる時とかやっぱりファンの方からのツイッターとかのコメントを見たりすると本当に優しいコメントばかりで、なんか本当にスケイのファンの人って本当にいい人たちだなってすごく思ったし、それは周りの人からもやっぱ言われたし、本当に皆さんに支えられた自宅療養の期間だったので、本当に感謝の気持ちだなと思ってショールームをやらせていただいてます今。ね、本当にびっくりしたんですよ。でもあんまりなんか深くは話さない方がいいのかなと思ったけど、でもなんか周りでこういう経験をしてる人がいなかったから、私も友達がかかっちゃったとかもなくって、まあなんか本当になんか身近にあるっていう感じがしないぐらい本当に周りの方もみんな元気で、だからなんかまさか自分がかかるって思ってなかったので、急に近くに感じたというか、近くというかもう自分だったんですけど、本当にショックでしたね。ショックだったし、だからなんかブログとかにも結構いろいろ書かせていただいたんですけど、本当にあそこに書いてあることが全てで、多分まだね公式ブログ更新してないので、会員じゃない方も今多分記事の方は見れると思うんですけど、ね、ぜひそちらを見ていただけたら、いろいろ自分の小胸の内とか書いてあるので見ていただけたらなと思います。本当にね怖いですね。怖いなって思うし、やっぱりなんか周りを巻き込んでしまうものだから、ね、考えないようにしてるけど、やっぱり自分のせいでっていうことが何個もあったので、なんか考えられずにはいないし、なんか本当に思い詰めてしまうけど、でもね何も言えないですね。その気持ちがすごく大きかったので、
だけど、まあ本当にこうやって謝ってもなんかね、ファンの人はみんな優しいから謝らないでいいよって言ってくれるし、事務所の人ももうしょうがないからって言ってくださるから、本当に周りに、自分の周りに本当にたくさんの素敵な人がいるんだなって思いました。なのでなんか今年2021年は本当にこの件をきっかけにじゃないですけど、やっぱり人って弱ってる時に声をかけてくれる人ってすごく、その人の場ってすごく偉大だし、なんか弱ってるからこそすごく大きく見えるじゃないですか、存在が。だからなんか私はそこで本当にファンの方の存在がもう本当に本当に支えで、なんかどんだけ夜とかになって、なんかなんでかかっちゃったんだろう、何やってるんだろうって思っても、やっぱそのねコメントとかを見ると本当に元気な気持ちになれたし、なんかたくさんの人が早く元気になってねって言ってくれる、その環境が本当にありがたいなと思ったので、今年はもうファンの皆さんに恩返しをできる一年にしたいなと思いましたので、まあどういう形で、まあ活動を通してね、 SK48 の活動を通してファンの方にいろいろ恩返ししたいなと思いますし、具体的に何をやるとかなんか自分の中ではっきり決まってるわけじゃないけど、でもやっぱりなんか今ある SNS とかもうショールームとかもそうですし、やっぱりそうショールームも本当にやろうって思いましたですね。だからまあいろいろあるんですけど、でも本当にねファンの皆さんもぜひ気をつけてください。本当に気をつけてください。どうかやっぱり元気が一番なので、体調元気っていうのが一番だから、本当にね健康であれば何でもできるので、健康でいましょう皆さん。大富豪やるって大富豪もやります、頑張って。やっぱ今あることを精一杯やろうと思いました、何か新しく始めるんじゃなくて。そうなので、まあなんか暗くなっちゃう、ちょっと私がねちょっとなんかまだね気持ち的にあれなので、ちょっとなんかツンってなっちゃうけど、でも本当に元気ですし今で、なんか後遺症とかも今のところ何もなく普通に生活させていただいてるので、若い人でもやっぱ重症化するケースとかも自分でもこうニュースとかを見て思ってたからすごく不安だったんですけど、何もこともなく元気に、そしてご飯も本当やっと美味しくいただいています。本当にご飯のありがたみにもすごく感謝しました。なのでまあ今年は本当健康第一っていうことをに心がけていきたいと思います。それでね自宅でこう自宅療養期間中に本当にスタッフさんとか、まあ、友達とか SK のメンバーがうちの自宅の玄関この扉ね、部屋入る手前なんていうんですか、玄関先っていうんですかね、扉の前にこういろいろ差し入れを置いててくださったり、なんか今そのなんていうんですかね、ギフトとかを郵送できるんですけど、なんかご飯とかをなんかお家に送りますねっていうプレゼントとかをいただいたりとか、
本当になんかもう本当に支えられて、でそう仲がいい卒業された先輩からもね、夢の国のお土産の詰め合わせが送られてきて、本当に優しくて、もうね、なんかもどかしかったですけど、やっぱりそこ扉挟んでそこにいるのにやっぱ会えないっていうのは本当につらかったんですけど、本当になんかファンの方にはやっぱり精神的な面ですごく支えていただいたし、でそういうね友達メンバーとかにはやっぱりなんかそういういろんなことものを送ってもらったりとかして、本当に感謝の気持ちです。本当にありがとうございました。だからでもまだね、仲良しのゆきちゃんとかおしりんさんとか、ゆきちゃんとおしりんさんとルカティンとサリサリが来てくれたんですけど、もう本当になんか本当に嬉しくて、なんかねあんまりこれどうなの話していいのか分かんないんですけど、ちょっとまあなんか某激安の王道でめちゃめちゃ物を買い込んできてくれて、しかも私がコロナ陽性って出た8時ぐらいに公式で出たんで発表されたんですけど、その30分後にはうちに来てたんですよ。その行動力本当にすごいなと思ったし、なんかやっぱり2人ね YouTuber がいるので、なんか2人がこう動画を撮って今からなおちゃんのうちに行きますみたいな動画を撮ってくれて、なんかその動画も編集してその日の夜には送ってくれて、7分ぐらいの動画なんですけど、もう本当にそれが嬉しくて面白くて毎日見てます。今でもなんかその時はやっぱり体調的にもすごいしんどかったし心もしんどかったけど、だけどなんかだからその時見てたけど、今でも毎日見ちゃう、見たり、なんかちょっとこの間もスタッフさんに久しぶりにお会いした時も見てくださいよってすごい見せてみんなに自慢して、本当に嬉しかったんです。それがもうねめちゃめちゃ面白かったの。しかもなんかうちのね家を間違えて全然知らない人の部屋に行っちゃうっていうくだりがあって本当にねやってくれたなって感じですね全然知らないおじさんが出てきたっていうことでそう、でも本当に申し訳ないですけど、なんで間違えちゃったって感じなんですけど、もうちゃんとおじさんに本当にすいません間違えましたって謝って、でなんかなおちゃんちどこだって探してきてくれました。ありがたいです。私ね普通にリアルに友達、名古屋の友達がクリスマスプレゼントを持ってきてくれて、なんか私が前は欲しいって言ってたブランケットがあるんですけど、それをなんか持ってきてくれて、玄関先にクリスマスプレゼントが置いてあって、えサンタさんだと思って、それもありがたく使わせていただきました。本当に面白いねでリーダーもお家に来てくださって、ね、焼肉弁当とあとなんか電話をね、リーダーが電話かけてくださって、あ、須田さんです、須田あかりさんが電話かけてくださって、なんか本当にたくさんお話ししてくださって、差し入れ何がいいって言われて、なんか本当に遠慮せず言ってほしいって言われたんで、私はもうめちゃめちゃ大先輩に何も遠慮せず、あのカフェの新しいフラペチーノが飲みたいですってお願いしてそしたらその日そのフラペチーノと焼肉の美味しい焼肉のお弁当とあとなんか野菜と
リンゴとそばと本当にたくさんくださって嬉しかったですね。本当に支えられてるなって思ったし、ありがたいなって思いました。だからなんか私もそんな人になりたいなってすごく思いました。で、あとは、まあ、マネージャーさんも本当に3日に1回ぐらいは来てくださって、必要なものを置いてくださったりとか、本当にありがたいですよね。お正月とかなのに、せっかくのお正月なのに。私あと、まあ、自宅療養終わった後も、まあ、割と不安だったので、まずちょっとと外に出るの怖いなと思ったので、まあ、事務所の方にお願いして、自宅療養後にPCR 検査をもう一回受けたいですっていうことを伝えたら、まあ、いいよっていうことだったので、その PCR 検査を受ける日までは一応自宅にいたんですけど、その時にもマキコさんが急に来てくださってマキコさんと仲いいマネージャーさんがいるんですけど、その2人が来てくださって、私の大好きな卵サンドのお店があるんですけど、その卵サンドをくれて、もうめちゃめちゃ嬉しくて、本当にありがとうございますって食べながら電話しました、マイクさんに。めっちゃ嬉しかったんですよね。だからね、本当に周りに支えられてるなって思ったし、なんかそれ以外にも本当にメンバーの子からたくさん連絡とかももらったりとかして、本当になんか迷惑かけてしまってすごく申し訳ない気持ちだけど、でもなんか本当に SKE の温かさを感じました。本当にありがたいです。だからね、本当に好きっていいなって思いました。なんか安心して、なんか私も SKE って胸を張って生きていこうって思ったし、恥じない、 SKE っていうことを恥じない、なんて言うんですか、ちょっと難しいことはちょっと言えないんですけど、でもね、まあ、SKE っていうことをやっぱり自分の中でもよく考えて、これからも活動したいなって思いました。本当にご心配おかけしましたっていうね、話をしたかったんですけど、ちょっとお水だけ飲ませてもらって久しぶりにショールームしてますね。はい、ちょっと私は本当にそれぐらいです。あとは本当皆さん今日体調には気をつけてもらってっていう感じですね。まあね、気づいたらさ2021年になってたわけじゃないですか。私は本当に気づいたら2021年になってて、ね、本当はね、まあでもこの状況でもちょっと危ないなって思ったから多分帰らなかったと思うけど、まあ本当だったら実家に帰ってたかったので、だけど、まあ、やっぱコロナも普通に怖かったし悩んではいたんですけど、まあでも案の定もう絶対帰れなくなっちゃったので、年越しするときはガキツカを家族で見ながらテレビ電話して年を越しました。楽しかった、楽しかったです本当に。そう、テレビ電話をめっちゃしたんですよね。テレビ電話とか普通に電話も
いっぱいしました。もう毎日3人と4時間ぐらいずつ電話するっていうのをローテーションしてました。ローテ、繰り返してました。いや、すごいね、便利な時代ですよね、本当にって思うね。ネット、あ、体力はね本当に落ちてます。本当残念ながら、もうね、階段をちょっと上がるだけですごい疲れちゃって、一日この間お仕事した時も、もう本当に疲れて、帰りもう寝ながら帰って、もう足も筋肉痛でめちゃめちゃ体力が落ちちゃったので、そう、なんかね、劇場公演とか出させてもらえるってなったら、まあ、大変だな、この体力じゃきっとしんどいだろうなと思ったので、少しずつ日常に慣れていかなきゃいけないなって思います。まあこれはまあ普通 にずっとさ、もう2週間ぐらいずっと家にいて何も動かなかった人間がなるやつなんで、そう、別に多分関係ないですね。もうずっと寝たり座ったりじゃないですか。だからね、あ、この配信もちなみに1時間ぐらいやろうかなって思ってるので、8時ぐらいにまでやります。だからちょっと話しましょう。そう、でも本当にこういうね話をしてても、まあ、みんな気になるか、そ、だけどやっぱ明るい話もしたいなって思うので、なんかこの自宅で何してましたとかはの話は今回で終わりたいと思います。もうあとはちょっとね、プライ、なんていうんですか、あんまり話したくないなっていうか、必要なことは本当全部ブログに書きましたので、体重計に乗るのも怖いね。いやー、どうなんだろう。でもなんか私的に太ったのかなって思ってたけど、現場行ったら結構あれ、なんか痩せたねみたいな、痩せたっていうか、なんかやつれたねって言われて、でも、まあ、良くない痩せ方なんで、多分すぐプクプクになると思いますすぐに戻ると思います。そう、明日は手形なんですよね、手形サイン会明日やりますんで、ぜひ楽しみに。なんかみんなのを見てたらすごい手真っ赤になってて、すごいなって思って、あれどうなんだろう、本当のやつなのかな、本当のなんか印鑑のあのあれなのかな、すぐ落ちるのかな。みんなに会えるのかな、まだね、まだみんなに会えてないんですよ。全然会いたいですね。ちょっとの人しか会ってないから、そう、あ、汚さない服がいい、なるほどね。あ、じゃあなんか真っ白とかはやめた方がいいのかな。インク落とすの大変なんだ。なんかエプロンとかするっていうのはどうなんだろう。なんかさ、そこまでやることじゃないのかな。なんか本当わかってないんで、まだ。あ、黒系。あ、じゃあ黒い服着ていきます、明日。赤い服なら大丈夫。そりゃね。そりゃそうですよね。赤い服なら大丈夫ですよね。二軍の服がいい。
け、えちょっと考えよう。めちゃめちゃなんか達成ジャージとかで言ったらごめんなさいもうなんかボロボロのこれはもう捨ててもいいやみたいなとかになっちゃったらごめんなさい。楽しみですね、普通にね、どんな感じなのか。あんなに顔に塗りたくってどんちゃんが消えるのが面白い。確かにあんな真っ白なやつめっちゃ残ってたのに、塗ってたのに気にしますね、やっぱり一応アイドルとして。あ、もう一丁のジャージいいなと思って、あれどこにあるんだろう。うん、でもね、ないよ、ちょっともう一丁のジャージね、ちょっとどっかにはあります。すごい楽しみですね。何着ようかな。元気です、もう元気にやらせてもらってます。あ、そうそう、ジュリナさんの卒業シングル聞きましたか。あの恋落ちフラグ聞きましたかね。めっちゃいい歌じゃないですか。すごい私好きなんですけど、あの歌。早く MV も見たいなって思います。本当に楽しくて、あの本当ジュリナさんとねいっぱい話したんですその日。だからね、いい思い出の MV です、あの日。曲は。恋落ちフラグ。あ、最後のサンキューは誰でしょう。これ正解わかります、舞子さんですこれはね、舞子さんがツイッターに書いてたんで、舞子さんです。どんちゃんはどのあたり歌ってるの。どこでしょう、お楽しみに。MV は全員で踊ったの？お楽しみに。これ何？なんかハンマーみたいな。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうそう、ついでに、ついでじゃないんですけど別に。あの髪の毛をなんかまたちょっと切りました。前ね、あの12月中旬ぐらいにバッサリ15センチぐらい切ったんですけど、そこからまたもう一回美容室行ってなんか整えてもらった時に、なんか美容師さんにちょっと、めっちゃ可愛いみたいな、仲良しの美容師さんにめっちゃ言われて、やっぱ短いのも似合うんですねみたいに言われて、ちょっと調子乗っちゃってなんか2センチくらいまた切っちゃいましたなんか嬉しくなっちゃって、2センチぐらい追加で、あ、じゃあもうちょっと短くしてみようかなとかって言って切っちゃいました。だけど多分ね、自宅にいた期間で伸びてる気がする。結構短いですよね今。本当はボブぐらいにもしてみたいけど、でも似合わないんで、まあやめとくんですけど。すごく跳ねそうな長さ、いや本当跳ねると思う。はて、でもなんかそれで完成みたいな感じはあるんですけど、何もしなくても結構いい感じに。まーちゃん元気そうでよかった、ありがとうございます。本当にご心配おかけしました。
ご迷惑もおかけしました。美容師さんは職業知ってるの？うん、知ってます。もう SKE というかアイドルやっててって言われて話してて、いろいろ話しますね。なんかその美容師さんがなんていうの、他の女の子のアイドルが好きなんですけど、なんかそれのなんていうんだろう、オンラインイベントとかがあって、なんかその時にめちゃめちゃ目立ちたいんですけど何やったらいいと思いますって、アイドルさん的に何やったら印象残りますかって聞かれてえ、なんだろうみたいな言って、めっちゃワイワイ盛り上がって、で結果その人はなんかその美容師さんたい焼きかぶってたんです、オンラインのイベントでっていうのをね見ましたこれは忘れないわと思って、すごいね、優しい美容師さんだし、めっちゃ面白いんですよ。なんかずっとね話してる、美容こうシャンプーしてる時とかも話してるですよね。そう、美容師さんはなんか他の女の子のアイドルが好きなんですよね。で私もアイドル好きだから、なんかそこでいろいろ話して、このアイドルちゃんが可愛くてみたいな話したりしてて、そうやってますとか、なんかあのライブ中とかってファンの人の顔って見えるんですかみたいな言われて、はあ確かに見えますみたいな、そうなんだとかって言って、なんか絶対見えてないと思ってたとか言われて、めっちゃ楽しいです。毎回切りに行くの、髪の毛だから、それもあってなんかちょっと切っちゃったなっていう。そう、あの自宅療養期間中またあのアイドルにハマっていろいろ見てました。めっちゃ見てました、いろいろ。でそれ見てるとやっぱなんか、あーステージ立ちたいなって思うし、すごいね劇場に行きたくなった。早く公演したいですねと思います。え、エナタンいるの？エナタン？かわいいエナタンどこですか？エナタン、エナタンにまだ会ってないんですよね。エナタンね、 LINE くれたんです。本当に優しい、できる子。お誕生日おめでとう、大好きだよ、おめでとう。今度また落ち着いたらえなたんのお誕生日開始するねえなたんのお誕生日するからね。いつ会えるのかな、えなたんに。なん、いつ会えるんだろう。会いたいですね。鈴木えなちゃんです。もう本当に可愛い、可愛い、可愛い子なんで、本当に可愛い子なんで。なんで K2 なの？レナタン、なんで K2 なの？おかしいな話ですよね、本当に。本当におかしい。ドンさんに会いたいです。うん、可愛い。元気で、レナタン。ほんとかわいい。エナタンとね、ちょっと前にご飯行ったんですよね、一緒に。なんか行きましょうってなって、いいよって言って行ったんです。楽しかった。なんかやっぱさ、後輩のこと私話すことがないので、なんかそこでいろいろ知れるんですよ、後輩事情を。あ、この子とこの子って仲いいんだとか、そこでなんかね、いろいろ話して、
そう、2人でご飯行きました。ちょっと前にね、何ヶ月か前に行きました。楽しかったな。ずっとリンゴジュース飲んでた、2人でずっとリンゴジュース飲んでた。そう、でもね、でもチームは違うんですよね。なんでか K2 なんですよ。おかしいな、おかしいな。エナダンとはめっちゃ仲いいんですよ。あの、本当にずっと話してる。チームも可愛すぎてめちゃ可愛い。で、なんか私があの10期生のあの石塚ちゃんのことをね、ちょっと気になってて、写真撮ってツイッターにあげたら、エナタンがちょっと嫉妬してて可愛かったっす。可愛かったです。なんで仲いいの？いや、なんでだろう。でも最初は、本当最初はあのお披露目の時に、エナタンのお披露目の時にリハを、もうめっちゃ怖いよ、これ。本当怖い話なんですけど、あのその9期の子たちがレッスン場でリハしてるのを、あの先生がね、鏡で踊ってて、ここに鏡の前に座ってこう見てるんですよ。私と真紀子さんが急にレッスン場バーンって入って、ちょっと見せてもらいますみたいな。もうやからよね。で、それで行って、こう前でこう見てて、もうそんなん超怖いじゃん。え、本当に怖いじゃないですか。私だったら絶対泣いちゃうと思う。なんか私は的には、あの舞妓さんが行ったから、あ、じゃあ私も行こうって感じでって言ったんですけど、めっちゃ怖いじゃん、そんなん。こんなさ、こんなとか言ってあれですけど、舞妓さんと私がさ来てさ、やばいじゃないですか。でもそこで私はこう見ながら、なんか、まあ、ダンスのこととかも分かんないし、別に。なんかだから可愛い子いないかなって探してたら、えなたんを見つけて、え、あの子可愛いってなって、でそこでまきこさんに、え、めっちゃかな、可愛いあの子って言って、もうそこからね、そこで、でなんかをきっかけに、えなたんにその話が行って、初めて写真を撮って仲良くなりました。いや、ほんと怖いよね。え、私だったら超嫌だもん。私が踊ってたらもう踊れない。めっちゃ怖いもんね。でも本当ね、可愛かったんですよ、その時。一目惚れってこういうことだなっていう。そう、えなたんめっちゃスタイルいいの。足長いしね。もう可愛い、でも。めっちゃ可愛い。そう、やっぱ可愛い子を見るのが好きなんで。そう、可愛いんですよね、本当。もうそれは、踊ってる目の前に PC、 あ、ちょっと CP と PC、 やばい。そうです、踊ってる時にいるんです、私。踊りたいね、ちょっと久しぶりに踊りたいけど、多分もう体力が怪しいので、頑張ります。頑張って踊ります。みんなは何をして年末年始過ごしましたか？年末年始。でもやっぱお家で過ごしてる方が多いですよね。
ってイメージですよ、もう結構。そうね、正月っていうのを私初めて経験したので悪くないなって思いました。今まではさ、初詣で行って何やってって言ってたけど、ずっとゆっくりね。あー、そうゴルフ行きたかったんだよな。毎年ね、年明け絶対お父さんとゴルフ行ってたんですよ。釣りしてた、めっちゃいい。釣りいいな。食って寝てテレビのエンドレスでした。私も一緒です、それ。なんかお正月のテレビをね、あんまり私しっかり見たことがなかったんですけど、この機会にしっかり見て、めっちゃ面白くて、もうこんなに楽しいんだって思って、なんか選べなかった番組ありすぎて。元気です、元気にやらせてもらってます。うん、桃鉄ね、桃鉄面白いですよね。私もあります。え、待って、久しぶりに見た。あ、久しぶり。わかる？誰のこと言ってるかわかる？久しぶり、どこにいたのってぐらい久しぶりの人を見た。え、これってさ、待って、ショールームってどうなんでしたっけ。名前言っていいんだったっけ。ただ名前って言っていいんでしたっけ。どうなんだろう、ちょっとわからないから。え、もう嬉しい。どこ行ってたの、なんかどこ行ってたのっていう人がいっぱいいる。いや、私がどこ行ってたのって感じだと思うんですけど、皆さんからしたら。あ、良くなったの。あ、ファンの名前ダメなの、うん、まあでも、あの、察してほしいです、察してほしい。みんなでも久しぶりな感じしますもん。まあ、それそうなんだけどさ、ダメなんだ、厳しいですね。あら、まあでも嬉しい、ありがとうございます。みんな自分と思えばハッピーやねいいね、ハッピーのでマジ好きだよ、そういうの。めっちゃいいじゃないですね。あのね、本当に分かった、口が回らないんだよね最近。結構回ってなくないですか。ハッピーのですかねみたいな、ハッピーのです、いいですね。みんな久しぶりに元気ですか。アバターを呼んでる人が多い、なるほど。めっちゃ久しぶりに見た気がする。でもこれからは本当ちゃんとショールームも時間あるときにやらせていただきます。ハッピーターン急に何ってなっちゃうよね、コメント見てない人そう、今ハッピーターンって言えるってなかったから言った。こんばんは、手形会楽しみです。そう、ゲリラ配信、あのだからショールームのアプリインストールして、あのなんか通知みたいな行くやつあるじゃないですか。あのハートしたらいいんだっけ、どうやってやればいいんだろう。なんかなんていうのありますよね、始まったら通知行きますってやつ、それをやってもらったら
やっぱね、変わるというか、まあこの何もできなかった期間分やっぱ頑張りたいなと思ったのであ、そうそうそう、ハートをしとけばいい、ハートをしてもらったら、そうで、それであのあれもね、携帯自体の通知もオンにしといてください、ショールームの、お願いします。まあ一応あのメールとかでは、メールとかツイッターとかにはやりますって書こうかなと思うけど、本当に書かない時とかもあると思うんで、初見ですっていう感じのね、アイコンの人、初見ですっていう感じのアイコンの可愛い大富豪やるよ、本当に。あの意外とね、たまにやってるんですよね、なんかメンバーといるとね、メンバーみんながやってるから、え、あっちもやろうってなるんだけど、大富豪はねちょっと苦手なんですよね、あのちょっとね頭悪いからね、難しくてそう、なんかよくメンバーとやってます、あのせーのプッて押して、なんか一緒の会に入れるか入れないかやってる、よく。大富豪ルール覚えた、うん、覚えたはずなんですけどね、だけどちょっとなんか自分的にできてると思ってるんですけど、周りあのちかちゃんとよくやるんですよ大富豪、その時にやっぱりあのなんか、なんでそれ出すねんって言われるでちかちゃんさ、めっちゃさ大富豪うまいじゃないですか、うまいというかめっちゃやってるじゃないですか、だからねプロなのよ、だけど私はついていけなくて、それにゲーム好きなんですけどちょっとね難しいんだよね、あの私みたいに頭弱いと、でちかちゃんめっちゃやってる、頑張ってる大福、でもスタンプもさ最近買って、あの同期のやつ買いました、サリちゃんサリちゃんサリちゃんとゆきちゃんの、あのむっちゃ好きか、そうちかちゃんうまいよね、あそうそう、普通にでも前ちかちゃんとなんかちかちゃんのお家に行った時に大富豪しようよって言われて、え、いいよって携帯開こうとしたらちかちゃんがガチのトランプ出してきて、ガチのトランプでゆきちゃんと3人で大富豪しました。でもオートとかないから、で私基本的に一人でやるときオートなんですよ、わかんないから、オートとかないから、あの松本オートをお願いしてちかちゃんに言ってもらってたオート、オート機能をやってもらったちかちゃんに、でそうそっちです、松本オートで、楽しいよね、やっぱ同期にも会いたいですね、なんかさイベントとかやってる時にさ、なんか結構みんなやってるじゃないですか、私もそこに乗っかっていっぱいやろうと思う、全然勝てないんだ、そんな強いの？ちかちゃんって松本太田バイク屋みたい確かに松本太田は確かにバイク屋だわ絶対楽しいね、いっぱいいろんなことがあって、そう、どんちゃんスコーもあるし、はーい、はーい、あ、ソウル
ルフルワールドまだ見てないんですよ。なんかもったいなくて見れなくて、でなんかそれもちかちゃんと見ようって約束してて、なんかソウルフルワールドがやりますってなった時にちかちゃんがえこれもなおちゃんちで見ようみたいな言ってくれたんだけど、まあでも来れる状況じゃないのでまだね、あの結構コロナも増えてるから、だからコロナ落ち着いたらちかちゃんと見ようねって約束してます。そうちかちゃんとめっちゃ仲いいんですよね、本当にね仲良しだよね、お出かけいっぱいするし、なんかあのねホルモンが好きなのちかちゃん。でもその私もねホルモンにちょっとハマっちゃったもんね、ちかちゃんの影響で。なんかホルモンすぐ食べるんですよ、すぐホルモン食べるから私もそれでなんかホルモンの美味しさに気づいてめっちゃ好き、ホルモン好きになりそう。チームホルモンってなんだっけ、なんかありましたよね、あマジスカか、マジスカ、ホルモン食べたいな。あの本当にね、あの本当つい最近まで味覚がなかったんで、あの久しぶりに一発目にね、なんか不思議な感じだったんですよね。あの朝起きて2時間ぐらいしたら味覚が戻ってくるんですよ。だからなんかでそれでちょっとで消えちゃうみたいな感じだったから、もうそこであの何を食べたんですか、卵焼きを食べたんですよ。なんか最初に朝起きてコーラ飲んだらなんかちょっと甘い、あれ味あるってなって卵焼きがあったんで卵焼き食べたら卵焼き味して美味しいって思って、本当に半泣きでお母さんに電話してえ味があるって言って、でそこであのお魚もあったんでお魚も焼き魚も食べたら味があってもうめちゃめちゃ嬉しかったです。だからね今はね本当に大丈夫なんですよね、今はもう常にしっかり味あるので大丈夫なんですけど、もうね食べたいものが多すぎてね、そうあの匂いもしなかったですね、今は治ってますけど。でもなんかめちゃめちゃ焦って、その私 PCR をあの2回あ3回か結果3回なんですけど、1回受けて陰性でもう1回受けて陽性が出たんですけど、あの1回目受けて結果待ちの間にこれもし陽性で味なくなったら怖いなと思って、あの宅配ってもう食べたいもの全部頼んで、餃子とかなんかネギトロみたいにあって食べて、もう明日になったら明日というかこれで陽性って出ちゃったら味覚なくなって食べれなくなっちゃったらやだって思ってめっちゃ食べたら陰性だったんですよ。えってなって陰性だったってなって、だけどまあ自分的になんか変だなって思ってたから、だからこれはもう一回 PCR 自分的に不安だから受けたいなと思って、あのその PCR 受けるまでもういつ味覚なくなるか分かんないからってめっちゃ怯えて毎日バカみたいに食べてたんですよ。あの本当にやばいぐらい食べてて、1日3食とかそういうレベルじゃないぐらい超食べて、でだけどなんか全然味覚とかあって、これもしかしたらなんかただ太って帰ってきちゃうパターンもあるなって思ったぐらいあれだったんで、まあ、でも結果ね、まあ、そこでいっぱい食べといてよかったなって思いました。本当に良かったです、そこで餃子食べといてめっちゃ良かったって思って。
今日は何を食べようかなって。でももう8時だし、あの韓国海苔が一番美味しかったんですよ、味がない時でも。だからちょっとまだそれが残りがあるんで、韓国海苔食べようかな。え、そう、ただ太っただけは悲しすぎません？なんか体調不良ですって言って、でも治りましたって出てきたらめちゃめちゃ太ってたらさ悲しすぎるからさ。そう、ちょっとね、ちょっとしたあの裏話です、それは。韓国のり美味しいんですよね。そう、韓国のり、え、もう韓国のりだけ食べてた、もはや。療養中も食欲は変わらないの？いや、落ちましたね、完全に。なんか普通に味がないから食べなくていいやって思って落ちちゃってた。ほんと一日一食で、なんか一口だけパクって食べて終わりみたいな感じでした。まあでもほんとならないのが一番だから、皆さんほんとに気をつけてください。もう絶対ならない方がいい。もうそう、当たり前ですけど本当に気をつけてください。やっぱりなんかこうやってね、なんかショールームとかを見れたりとかさ、なんかイベントに参加できたりとかさ、オタクの活動ができたりしてるとかもさ、本当に健康な体があってこそだと思うので、だから私もやっぱどんなにいっぱい辛いことあるけど、でもそんなことよりも体調崩すっていうのが一番辛いから、本当にみんなで気をつけていきましょう。健康大事ですよ。そう、コロナ保険は大事です、本当に。了解でございます。そうね、みんなならないのが一番ですからね。今年は本当健康第一でいきますんで、しっかり健康で頑張りたいと思います。メンバーの優しさ感じた、すごく。そう、元気があれば何でもできるです。1時間経つかな、もうちょっとで。どうなんだろう。そう、ちょうどね、グッズの絵馬に健康第一って書いてたんです私マジでほんとそうだよって思った。そう、グッズの絵馬はね、なんかプレゼントっていうか、なんか出来上がりましたみたいな、グッズの絵馬こういう感じですってもらったんだけど、それをもらった日にたまたま友達と会って、その時になんかお土産としてあげたら車の鍵につけてくれてあのエマを車の鍵につけて健康第一ってつけてくれてるんですよ。うん、顔色も全然いいです。本当にもう普通にあのお仕事もしてますし、あの普通に保健所の方とも話しても大丈夫だったし、あの PCR も最後に1回受けたらそこで陰性が出たので、まあ、正確に言うと2回受けたんですけど、あの1個目はあ普通にコロナの自宅療養が終わる時に PCR というか、1個目あのアイチェック、SKE が今やらせていただいてるアイチェックがあるんですけど、それをマネージャーさんが持ってきてくれて、それで抗原検査みたいのをしたら、まあそこで陰性が出て、次の日 PCR 受けたらそこでも陰性が出たので、
保健所の方にも話して事務所の方にも話して、もう本当にいつも通り活動させていただいてます。ただちょっと体力がね本当に落ちちゃってるので、まあ、無理せずに無理なく自分のペースでやらせていただいてます。そうなので、まあ明日はオンライン手形会とサイン会があるので、もう1時間経っちゃうかな。そうなのでちょっとそれに参加される方はぜひまた明日、絶対汚れない服の方がいいんですよね。何を着ればいい、めっちゃ迷ってるんですけど、どうしようかなって感じ。あ、医療従事者の方がありがとうございます。本当にあえて、いや赤の服持ってないんだよな。まあなんかいい感じに、いい感じの服着ていきますんで、そう私の手はちょっとね人よりしたいんですけど、ちっちゃくない、ちっちゃいんですよね。なので明日これでバーンしますんでちょっとバンって言い方はあれだけど、こうパンってやらせていただきますんで、ぜひ参加される方はまた明日お会いしましょう。そうね、腕まくりできるやつね、了解しました。色紙にビンタお願いしますパンってまあ楽しみにしててください。明日も、まあ、またあのショールームの方もあの時間のある時にやらせていただいたり、あとブログとか SK メールとかもあの更新とかいろいろ送らせてもらいただいてるので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。じゃあそろそろ終わろうかな。よし、じゃあみんなあの明日からも体調に気をつけて元気に頑張りましょう。ということでスクショタイムです。あ、バーンにしよう。はい、というわけでありがとうございました。どうも、また明日会う方はまた明日よろしくお願いします。会わない方も明日よろしくお願いしますうん、じゃあまたあのメールとか送りますんで、皆さんも体調には十分気をつけてください。ありがとうございました。バイバイ、また明日会いましょう。バイバイ。